まあワインドゲームってまずジグヘッドありきだよね。あのちゃんとワインドするジグヘッドでないと話にならないんで、まずはねこの辺の、ジグワインドジグヘッドのね歴史からちょっと語ってみますね。今を去ること何どれぐらいだろうね。15年よりちょっと前なんで、17年とか20年前になると思います。まあ、あの、全国にいるコアなアングラさんの一部はね、すでにね、もう気がついてたんだけど、最初にね、ワインド釣れるじゃんってなったきっかけがね、ほぼ同時多発的なもんなんだけど、ある僕の友人アングラーが、メバリングに行った時に、ジグヘッドをね、刺し損ねて変な風に刺してたの。はい。この状態、ジグヘッドを水平にした状態、ジグヘッドの軸を水平にした状態で見るとワームが下ってるわけですよ、ポーンって。まあ暗いとこで釣ってたので気がつかなかったっていうのもあるんだけど、まあここまで大げさじゃなくてもこういう状態になってたってことで、異様に彼がポン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 釣るのね。で、僕のお弟子くんだった健太郎くんが、N さんよく釣りますねみたいな感じで、何使ってるんですか、いやこれだよってパッと見せられた時に、健太郎くんが一発で気がついたわけですよ。あ、ワームがなんか下向いてるじゃんって。で、ひょっとしたら同じワーム使ってるのにそっちだけが釣れるってことは、そのせいかなと思って、ケンタロウはそこから検証に入るわけですよ。まあその日だけじゃないよ、その日何日もかけて、あと何回も行くたびにこうやって刺すと、動かした時に左右だとするのが分かった、こうやって刺したら。で、当時使ってたジグヘッドは、まあ僕ら広島のメバルアングラーはまあ8割9割ガンマカツのねコブラ29だったんですよ。コブラ29ってね、まだね素晴らしいジグヘッドなんですけど、皆さん、というよりコブラ29を使ったことのある方は分かると思うんですけど、あのダートしないよ、しないのにはずなのにこうやって刺すとダートするわけさね。まずこれ頭に入れといて、で、そこに気がついた健太郎君はあのすぐに僕に連絡くれたわけ。こうやって刺してピュン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 とツイッチかけたらすっごい左右ダートするんですよ。そしたらですね、それまで巻いても止めても落としても反応しなかったメバルがパパーンと反応して食ってくんですよ。で、その頃にはねすでにあのシーバスの世界でねワインドっていう名前がもう出てた時代なの、マーズさんだったかな、だからワインド自体はもうすでにあった、僕らが気がつく以前にあった。あったからこそ健太郎くんもちょっとやってこう左右にこうフラフラ動くか、あれと思ってこうピュッピュッて普通にワインドアクションさせてみたら、あ、結構動くじゃんってなって、師匠斜め指ししたらいいっすよって教えてくれたわけ。それがねまず一つ出発点なんだよ。で、関東へ出張で行ってその芥川くんと知り合って、でなおかつさっき言ったそのジャズの若きデザイナーさんと知り合って、要はこうやって、まあ、極端な形で見せるね、下斜めにしたらワインドするんだよってね。ジグヘッドでね、あのメバル用のジグヘッドでワインドするやつ作ってよって言ったわけよ。で、彼が一生懸命いろんなものを金型、削ったりしてできましたっつって持ってきたのが3グラムのシャクヘッドです。面白いのがね、ヘッドがまっすぐなジグヘッドにワームを斜めにつけるとワインドすると。で、 S 君何考えたかっつったら、これをじゃあワームを水平に刺してもワインドするさせるためにはどうすればいいかってなった時に、ヘッドを下らせればいいわけよ。要するに水受けの面をヘッドの方で作ってる。これはジグヘッドを水平にしたらワームが下ってる、だからツイッチかけるとワインドする。じゃあ
ワームをフック軸に対して水平に刺してもワインドするようにさせるためにはヘッドを下らせたらいいということで、このヘッドが下った水平方向から見たときに完全にこのヘッド部が前傾姿勢であるってことがものすごく大事なわけ。これ正面から見るとこうなってる。ただとんがってるだけじゃワインドしないからね。ここが水受けて傾斜の部分が水受けて左右にダートするっていう仕組みになってるわけ、ね、こうやって、シャクヘッド D 見事に、ワーム選ばないんだよね。世の中にたくさんワインドジグヘッドがあるんだけど、どんなワームでもほとんどワインドできちゃうよっていうのがこのシャクヘッドのすごいとこなんだけど、これのすごさはね、やっぱりあの成長、本当のワインドするってところなのね。うん、沈めたところからパンパンパンしゃくるとこうなるやつね。これ上下動だから、ただこの勢いでこう飛んでこう飛ぶからワインドしてるように見える。ワインドってのはこう飛ばなきゃワインドじゃないんで、ここ勘違いしたいよね。アイス軸下下ろしてしゃくったから分かるから左右に飛ぶんだよ。まあ当然実際は立体的に動いてるからこう縦にも落ちるけど、こう飛ぶんだよね。こう綺麗にヒョンヒョンヒョンで、だからただ落ちて上がってくるだけで少し反れるやつをワインドっていうのは、ちょっとなんだかなって思うところがありました。でシャクヘッドの D も 1.5g が存在するし 2g も存在するんだけど、僕使わないのよ。で僕自身が、参加させてもらってるのは3より上なんだ。4グラム、5グラム、7グラム、10グラムっていうのは、僕が監修させてもらったんです。3グラムは芥川くんなんだ。で、この下に2とか 1.5 ってある。まあ、メーカーとしてはそこのラインナップ作りたくなるよね。で、作ったはいいけど、何度も僕も使ってみましたし、釣れます。でもそれはワインドだから釣れた魚じゃないのよ。ね。だから本当にワインドで釣りたいとき、スイッチを入れたいとき、特に昼に船なまりにメバルが見えるので、その中でこうやるのに釣れるのに軽いのじゃないと釣れないんじゃないかと思ってしまったらもうアウト。なぜならフォールが遅いからスイッチ入らないのよ。リアクションバイトにならないと。はい、ということでワインドフレームはストン、止めたときにストンと落ちるリアクションバイトが誘えて初めて本当のワインドなんだよ。そこを踏まえてやりましょうねっていうことをね、龍城尾崎さん、いつもお世話になってます。シャクヘッド D とレオンさん開発のワームを毎回使用してるのですが、過去に餌でも釣れなかったエリアでも確実に釣果が出ているの助かってます。ありがとうございます。うん、シャクヘッド D ワインドゲームってのはね、分かってると思うんだけど、完全にリアクションバイト狙いなので、猫じゃらしと一緒なのよね。うん、猫の目の前で何かがパーッと動いたらもうとっさに反射的にパンパンワーッと追っかけてしまうし、それをパン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 って連続でやられたら猫なら手で押さえるしかないし、魚ならかぶりつくしかないわけよ。つまり猫的な性質を持った魚ならほぼ全員釣れちゃう。で、いかにも猫のようにないヘラブナとかコイとかでも、あいつが目の前でピッピッピッピ行くとね、腹立って噛みついてくんだよ、しまいには。そういうのもあるからね。例えば僕らがボトムワインドって、呼んでる重宝っていうのは、みんなが普通にメバリングする時のワインドと違うんです。ね、まあせっかくだからここでボトムワインドの話しとくんだけど、これ岡山で発祥したの。岡山の下津諸島、いっぱい島があるの。で、でっかいメバルがいるの。ただ足元じゃそんなに釣れないの。で、西君っていうねアングラーさんなんだけど、がそのシャクヘッドの3グラムを使って、潮の緩い時にもう PE の細 PE で思いっきり大きい投げて、水深が20メーター回るようなとこまでずーっと沈めていって、そこでワインドさせたらどうなるだろうって言ったら、シャクばっかりが連発したっていうのよ。そっから西君もハマって、これ研究するわけ。ところが瀬戸内の本流は激流なのよ。でちょっと潮が浮き出すと3グラムじゃもう全然沈まない、ボトムなんか取れないわけ。
って西君何したかっつったら 3g に重り足すわけ、いろんなことして、で 4g、5g って自分で自作して釣るんだけど、ワーム何刺してたかっつったら、あのね、エコギアのね、グラスミノーの SS なのよ。うん、だけじゃないよ。SS がいいとき、S がいいとき、M がいいとき、季節の進行とベイトによって違う。これは西君はっきり言ってた。うん、はい。ということで、T 陽平さん、おっしゃる通りです。あれをメディアで紹介していただいたおかげでいい釣りができてます。明らかに他の人と釣果に差が出ました。ね、尺栄と 7g にしらっくみののクソアンバランスな釣りをね、やって他の人より釣果出てると。次からぜひ、ベイティ 1.8、2.3 でよろしくお願いします。はい。ちょっと1個質問していいですか、じゃあ、はい、ボトムウェインドを始めたのが十、はい、何年前って言ってましたよね、はいはい、その頃ってそういう釣りをする人って誰もいなかったんですか。いませんでしたね。多分だってワインドをさせるためのジグヘッドにワインドしにくくなるようなワームつけるやつがいないでしょう。まあ確かにそうですね。素人ならではの発想ですよ。はいはいはい。でもね、やっぱりそのグラスミノーとかやっぱずっと使ってましたけど、はい、ワインドしても綺麗に跳ねないですよ。それ綺麗に跳ねるんですかって言われますよね。いや跳ねませんと、うん、ただそのエビにしろ小魚にしろ右左均等に綺麗に跳ねますかって話なんですよ。確かにそうですね、うん、だからその人間のただのエゴで右左綺麗に飛んだ方が綺麗だとか食いそうだとか、うん、その魚が捕食してるであろうベイトっていうのは規則な動きをするわけじゃないですか、はい、縦にこう強めに上がるやつもいれば横にヒューヒューっていくやつもおるだろうし、うん、だからそういう意味で言ったら全然問題ないなと僕は、うん、それレゴンさん絡んだのは、うん、その後なんですか。初めて。そうですよ、もちろんですよね。まあ、僕がよくボトムワインでやってるポイント、はいはい、でたまたま一緒に釣りに行く機会があって、はい、でも僕はもういつもの通り自分のボトムワインドをしてたら、はい、まあサイズも そこの日神がかってて、はい、20アップだけでも40ポイント釣れて、おボコボコだったんですよ、もうどこ投げても、はい、でなんだその釣りはと。なるほど。やっぱりそのベテラン勢から見て、はい、その目が点になるような釣り方だったらしいんですよね。はあ。でそこでまあ紹介してもらって世に広まったっていうのが始まりですかね。ああなるほどね。僕の釣り回りみんな。ダートの後のロングポーズ、ステイっつってもね、やっぱり潮が動いてるからカーブフォールでそこへ着いたとこう流れてんだよね。それがいいの。そのボトムもずっと流れてる。今そこ付近を着底したようでも実はしてなくって、スライテンションかけたらもう浮いてスライドしてんだよね。ボトムよし食ったね。スライドしてたらあこれでかいよ、いた。これはそこそこいってるよ。ボトムスライドだよね。あダートの後のおおおおいいんじゃない。これはいけてるんじゃないか。来た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 、バシャバシャ言ってるよ。よいしょよいしょ、おーグサイズ。これ見てこのサイズ、これでかいよ。と言っても27ぐらいか。うん、27ぐらいだね。ほらますね、ボトムワインド。ワームくん見えるか、こんな感じ。こらほら5グラムにシャットテール、うん、でボトムワインドさせて
流れに乗せてボトムをこうスライドさせてたらゴンバン、気持ちよかったね今の。いやいい魚だよこれ、ほら気持ちいいいいメバルね、あの激流の中のメバルと尾っぽも広いしかっこいいよね。続いていこうよっ、よし、そこついたかな。どのレンジで食ったか、だから今は完全にベタ底だったんだけど、そこについてるとは限らないんだよね。つい上にいたやつがついてきた可能性だってあるので、どうやるのが一番いいのか。今もね、なんかジョロジョロンと当たったけど小さい当たりだな。今の一匹は活性の低い食い方じゃなかったからな、まあ言っても釣れるのかな。よし、おおおおおちょっと待てよ今度でかいぞ、おお今度でかいぞ、あこれはもう全然違うぞサイズが、さっきまでとドラムチックがしてるし、おお何が来た、何が、なんだでかいぞ、わ横走ってるよ、なになに、チームメバルだったらこれ結構、おメバルだ、でけえ、メバルだ、でけえ、切れるなよ大丈夫、うわ重たい重たい重たい、くっさあ出たよ、でけえ、手が震えてる2 4ここで4度だからね、僕手がちょうど20センチなんだよ、ここで40センチでしょ、2だからこの真ん中が30なんだよね、33シアル、シラスシルバーというか白というかシルバーというか、ボトムでパンパーンとワインをかけてテンションかけてたら重さがふっとなくなったんで、あれと思った、やっぱりねでかいやつってコーンじゃなくて、あの重さが消えるような食い方するよね。これでけえ、いて、ほら、あびっくりか、この時期に、うわまあね、シャクヘッドこれバブレスにしてるんだけど、うん、待って、あのファイトしてる間にそうそうバレないけどね、あとハミザミ、ハミザミセカンド頑張ってくれた、これハミザミセカンドの製品版、プロトじゃなくて製品版です。このサイズのメバルってなんだろう、ちょうどいい感じだったよ、強すぎず弱すぎちょうどいいって、これ見てこの肉厚、これこんな厚いんだ、すごいよこいつ、わあヒレかっこいい、てこの胸びれ腹びれすげえ、いやーありがとう、よかったよかった、いや片岡茂さん、ボトムワインドで根掛かりを回避する方法をアドバイスしてください。これは特別ない、ボトムワインドだからの根掛かり回避っていう方法はない。一つあるのはボトムを何度も取らないこと、せっかくのワインドなんでボトムより1メーター上を常に飛ばすイメージでいったらいいです。一旦ボトム取るよね、でパン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 、あ2メーターぐらい浮いたな、はいテンションフォール、テンションフォール、流れがあるところだったら2メーター上まで跳ね上げたらドリフトドリフト、だんだん沈んでいく、次に着底しそうになったらまたやればいいの。これはね、あの堤防際で昼間にやってみて、魚、小魚がいっぱいいるようなとこで、でそこ水深が5メーターあったとしてみて、7メーターでもいいや、で水表面表層から1メーターぐらいのとこでこうやってシャクヘッド飛ばしてみて、5メーターそこにいる魚とかが全部上がってくるからだから2度目3度目を丁寧に底取りする人が根掛かりさせてんの。これはゴッツンバイブでも一緒、ワインドでも一緒、
ミニマルでも同じ、メタルマルも同じだからね。そこを、ね、いくら根魚釣りすると言っても毎回そこを取らなくても釣れるのよ全然釣れるの。それを釣れない気がしてアクションさせるたびにそこ取って、アクションさせるたびにそこ取ってってやるから、1日に10個も20個もなくす、なくさない人はゼロだから。メタルマルなんかでもね、釣れない日は。波平さんこんばんはです。ワインドは水深深いところでしかしたことなかったです。いやもう全然、水深が 2,3 メーターのところでも昼間にメバル見て、その近くでパンパンパンやったらブワッと、アジも、港の奥まったところの船の下に、夏場なんかにあの影に入り込んでるのがいるから、あれを影の外ね、船の際あたりでピュッピュッピュッ飛ばすと下からビョーン出てくるよ。水深とか関係ないんでやってみて。